昔っからフレンのやつにはなかなか勝てねえんだよな。なんかいい匂いがすんな。お前料理でもしてたのか。昔っからフレンのやつにはなかなか勝てねえんだよな。任せろよ、大船に乗った気でついてきな。前に進む方法は一つじゃねえ。俺の道は騎士団じゃなかった、それだけだ。剣技？ああ、はじめは教わった通りそれなりにやってたんだけどな、いつの間にかああなったってとこだ。てめえで選んだ道に後悔なんかねえさ。後悔するとしたら自分で選ばなかった時だろうぜ。昔っからフレンのやつにはなかなか勝てねえんだよな。料理するかって？まあそれなりにな。凝ったもんは作れねえけど、腹を満たすくらいならなんとでもなるぜ。任せろよ、大船に乗った気でついてきな。昔っからフレンのやつにはなかなか勝てねえんだよな。任せろよ、大船に乗った気でついてきな。ま、どうにかなるだろう。帰りだって適当に歩いてりゃそのうち家に着くさ。のんびり行こうぜ。昔っからフレンのやつにはなかなか勝てねえんだよな。ん？なんかいい匂いがすんな。お前料理でもしてたのか？ん？なんかいい匂いがすんな。お前料理でもしてたのか？昔っからフレンのやつにはなかなか勝てねえんだよな。俺の周りも随分と個性豊かな奴らが揃ってきたな。あ？自分で言うなって？いや、俺は普通だろ。隊長がシャスティルのことをでっかい方って呼んでたけど、ヒスカも背は同じぐらいだよな。フレンは顔を真っ赤にしてやがるし、一体何がでっかい方なんだ？ああ、こうだな俺。フレンと赴任先は同じ、部屋も同じ。誰かの嫌がらせだぜ、きっと。フレンの野郎とは腐れ縁だよ。同じ町で育って、あいつが引っ越して行った時は清々したってのに、まさか騎士団で再会するなんてな。フレンのやつ、昔っから変わらねえよな。陰険な性格そのまんまで、うるせえったらねえよ。なあ、訓練より魔物を一匹でも倒す方がよっぽどいいんじゃねえか？隊長がシャスティルのことをでっかい方って呼んでたけど、ヒスカも背は同じぐらいだよな。フレンは顔を真っ赤にしてやがるし、一体何がでっかい方なんだ？ああ、こうだな俺。フレンと赴任先は同じ、部屋も同じ。誰かの嫌がらせだぜ、きっと。隊長がシャスティルのことをでっかい方って呼んでたけど、ヒスカも背は同じぐらいだよな。フレンは顔を真っ赤にしてやがるし、一体何がでっかい方なんだ？ああ、不幸だな俺。フレンと赴任先は同じ、部屋も同じ。誰かの嫌がらせだぜ、きっと。俺が犬の世話係だって？だりーな。っておい、じゃれつくな、ったく。ああ、不幸だな、俺。フレンと赴任先は同じ、部屋も同じ。誰かの嫌がらせだぜ、きっと。
死んでいった人たちが何も残さなかったなんて思うか。俺たちは生きてるだろう。何も残さなかったなんてこと絶対にない。フレンの野郎とは腐れ縁だよ。同じ町で育ってあいつが引っ越していった時はせいせいしたってのに、まさか騎士団で再会するなんてな。あ、騎士団に入った理由？別に他にやることねえし、給料だけはいいし、それに俺強い。ま、フレンの親父さんの影響があるかもな。死んでいった人たちが何も残さなかったなんて思うか。俺たちは生きてるだろう。何も残さなかったなんてこと絶対にない。ああ、こうだな俺。フレンと赴任先は同じ、部屋も同じ。誰かの嫌がらせだぜ、きっと。腹減ってんのか。ちょうど俺も減ってきたし、なんか作ってやるよ。って材料が2人分しかねえな。他の連中には内緒にしろよ。フレンのやつなら大丈夫だろう。心配するだけ無駄ってやつだ。俺たちは俺たちの仕事をしようぜ。ほら行くぞ。エステルにいろいろ質問される。お城暮らしが長かったからな。何かと珍しいんだろう。答えるまできっと解放してくれねえぜ。あ、頑張ってくれ。騎士団の頃の思い出っつってもな、特に面白いことなんてねえぞ。ああ、でも警備の仕事で普段入れねえとこに行けるのは面白かったかもな。よ、根津の見張り番か。ご苦労さん。俺か。隣のやつの寝相が悪くてな、おかげで目が覚めちまったよ。俺は俺の流儀でやるだけだ。剣の鍛錬もふっよっと、こんなもんだろ。なんか出てきそうな気配がするぜ。とほう、そら魔物だよ。根津の見張り番か。ご苦労さん。俺か。隣のやつの寝相が悪くてな、おかげで目が覚めちまったよ。俺は俺の流儀でやるだけだ。剣の鍛錬もふっよっと、こんなもんだろ。ラピードは俺の相棒ってとこだな。気心知れてるっていうか、呼吸を合わせやすいって感じだな。よ、根津の見張り番か。ご苦労さん。俺か。隣のやつの寝相が悪くてな、おかげで目が覚めちまったよ。ちっとばかし食材が心もとねえな。そこらに山菜かキノコでも生えてねえか。ってなんでそんな自信満々に怪しいキノコを持ってくんだよ。どう見てもアウトなやつだろう。ラピードは俺の相棒ってとこだな。気心知れてるっていうか、呼吸を合わせやすいって感じだな。フレンのやつなら大丈夫だろう。心配するだけ無駄ってやつだ。俺たちは俺たちの仕事をしようぜ。ほら行くぞ。年の初めだからって随分張り切ってるみたいじゃねえか。元気なのはいいが、飛ばしすぎてバテんなよ。フレンの作った飯？悪いことは言わねえからやめとけ。あ？だからやめとけって言ってるだろう。度胸と無謀は違うぜ。屋台が出てるみたいだぜ。後で俺たちも見に行ってみるか。
何か甘いもんでも食いたい気分だしな。カグラって見たことあるか？専用の舞台があるんだぜ。特等席を用意しといてやるから見に来いよ。フレンの作った飯？悪いことは言わねえからやめとけ。だからやめとけって言ってるだろう。度胸と無謀は違うぜ。魔物について？そういうのはカロル先生に聞いてくれよ。俺は戦いには興味あるけど、魔物に詳しいわけじゃないんでね。初めて会った時はツンケンしてたが、ルークも随分丸くなったもんだ。ま、あいつ根は真面目だからな。やりゃできんのさ。年の初めだからって随分張り切ってるみたいじゃねえか。元気なのはいいが、飛ばしすぎてバテんなよ。魔物について？そういうのはカロル先生に聞いてくれよ。俺は戦いには興味あるけど、魔物に詳しいわけじゃないんでね。なんだ、お前も寝起きか？眠い。昨日遅くまで戦ってたからな。悪い、もう少し寝かせてくれ。カグラって見たことあるか？専用の舞台があるんだぜ。特等席を用意しといてやるから見に来いよ。魔物について？そういうのはカロル先生に聞いてくれよ。俺は戦いには興味あるけど、魔物に詳しいわけじゃないんでね。なんだ、お前も寝起きか？眠い。昨日遅くまで戦ってたからな。悪い、もう少し寝かせてくれ。年の初めだからって随分張り切ってるみたいじゃねえか。元気なのはいいが、飛ばしすぎてバテんなよ。年の初めだからって随分張り切ってるみたいじゃねえか。元気なのはいいが、飛ばしすぎてバテんなよ。明けましておめでとうさん。せっかくだからお参りしに行こうぜ。挨拶しただけでご利益があったら儲けもんだろ。普段は見ることのできない存在、天族ね。変わった奴らもいるもんだ。どうした？俺のこと見て変わってるって言いたいのか？周りと比べりゃ普通だよ、多分な。型を意識して舞うってのはやっぱ性に合わねえな。我流にアレンジしてみたらと、やっぱダメか。お、屋台が出てるみたいだぜ。後で俺たちも見に行ってみるか。何か甘いもんでも食いたい気分だしな。お、屋台が出てるみたいだぜ。後で俺たちも見に行ってみるか。何か甘いもんでも食いたい気分だしな。遺跡だの美術品だの物好きが多いこったな。いくら見ても腹が膨れるでもなし。何がいいのか俺にはさっぱりだ。同志ってのはえらく大変な役割らしいな。それをやり遂げようとしてるスレイの覚悟も相当なもんってことか。俺には到底務まらねえな。同志ってのはえらく大変な役割らしいな。それをやり遂げようとしてるスレイの覚悟も相当なもんってことか。俺には到底務まらねえな。
老師ってのはえらく大変な役割らしいな。それをやり遂げようとしてるスレイの覚悟も相当なもんってことか。あ、俺には到底務まらねえな。遺跡だの美術品だの物好きが多いこったな。いくら見ても腹が膨れるでもなし。何がいいのか俺にはさっぱりだ。よし、そろそろ帰るか。お前も今日のところは切り上げたらどうだ。最近は日が暮れるのが早いからな。料理のうまいやつがパーティーにいると助かるよな。旅の飯がうまいってのは割と大事だぜ。あ、みんながみんなうまくなれるわけじゃないけどな。眠いな、ったく。ああ、昨日までレイヴンに頼まれて喫茶店の手伝いしてたんだけどな。最後の最後にいろいろ仕事積んできやがって帰るの遅くなっちまったんだよ。料理のうまいやつがパーティーにいると助かるよな。旅の飯がうまいってのは割と大事だぜ。あ、みんながみんなうまくなれるわけじゃないけどな。ギガントモンスターとかいうバカでかくて強い魔物の目撃情報があるらしいな。俺たちだけじゃ無理かもしれねえが、大勢で力合わせりゃなんとかなるんじゃねえか。うまい具合に空き時間ができたらバロニアを案内してやるよ。穴場の名店もいくつか知ってるから、ついでに腹も満たそうぜ。遺跡だの美術品だの物好きが多いこったな。いくら見ても腹が膨れるでもなし。何がいいのか俺にはさっぱりだ。よっと、よし、いい焼き加減だな。あ、今ホットケーキ作ってんだよ。ふわっふわのな。ちょっと待ってな、味見させてやるから。よっと、よし、いい焼き加減だな。あ、今ホットケーキ作ってんだよ。ふわっふわのな。ちょっと待ってな、味見させてやるから。よっと、よし、いい焼き加減だな。あ、今ホットケーキ作ってんだよ。ふわっふわのな。ちょっと待ってな、味見させてやるから。老師ってのはえらく大変な役割らしいな。それをやり遂げようとしてるスレイの覚悟も相当なもんってことか。あ、俺には到底務まらねえな。よし、そろそろ帰るか。お前も今日のところは切り上げたらどうだ。最近は日が暮れるのが早いからな。お、暇してんならちょっと打ち合ってくか。寒い時は体を動かすのが一番ってな。老師ってのはえらく大変な役割らしいな。それをやり遂げようとしてるスレイの覚悟も相当なもんってことか。あ、俺には到底務まらねえな。そっちのジャガイモ潰しとけよ。あ、サラダも作るに決まってんだろう。ほら、チャキチャキ手伝え。お、暇してんならちょっと打ち合ってくか。寒い時は体を動かすのが一番ってな。よっと、よし、いい焼き加減だな。あ、今ホットケーキ作ってんだよ。ふわっふわのな。ちょっと待ってな、味見させてやるから。よし、そろそろ帰るか。お前も今日のところは切り上げたらどうだ。最近は日が暮れるのが早いからな。そっちのジャガイモ潰しとけよ。あ、サラダも作るに決まってんだろう。ほら、チャキチャキ手伝え。うまい具合に空き時間ができたらバロニアを案内してやるよ。穴場の名店もいくつか知ってるから、ついでに腹も満たそうぜ。